まだまだ先は長そうだ。これほど広大な空間、一体どうやって作り出しているんでしょうか。一人の超能力者が展開できるブレインフィールドを遥かに超えた規模のように感じます。あ、何あれは。
手ごわかったが、まさかこんな奥の手があったとはな。強い、こんなしぶとい怪異、どうすれば倒せるの。落ち着いて、これまでの3体それぞれ弱点があった。畳みかけるわ。この怪異、それを引き継いでいる可能性があるわ。もしそうで、今までの戦いなら通用したはずよ。
中から力が湧き上がってくるみたい。どこまでも追いかけて殺してあげる。これでよし、仕切り直した。止まって見えるだろう。対応は許さないぞ。一人で片付けましょう。今度こそ倒せたみたいだな。カレンの記憶で見たカイが出てくるって偶然なのか。長い間ブレインフィールドにいると、そのうちに感情や記憶が形となって現れ始めると聞いたことがあります。この空間の主がカレンだとすればうなずけるね。先ほどのアリスをかばった時の記憶が影響しているんだろう。長くここに留まりすぎるのは危険ってことか。ええ、急ぎましょう。まだこの先にも空間はつながっているみたいだわ。